皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけでですね、またまた大好きなシーンでお買い物をしたので、今日はそちらの方を開封していこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日撮影して、先生はその後おかみの、お家の方にちょっとショートステイで遊びに行ってくるということですので、ね、先生プール入るんだよねということなので、もしかしたらしばらく先生はいないかもしれませんけども、まあね、それは置いといて、早速開けていきたいと思います。開封の儀で、今日ね、結構買ったんですよ。またどれも使えそうなものばっかりです。こちら大きめのね、箱で届いたんですけども、もうなんか純不動、上から開けてきます。今回買ったのも結構実用的なものが多くて、まあお洋服も買ったは買ったんだけど、前もなんか私の開封動画で紹介してた時に、こう何、お家のなんつーの、ああいうもの、便利グッズじゃないんだけど、なんか生活用品っていうの、なんて言うんだろう、なんかその紙皿だったりとか、お洋服以外のところもね、結構いいものがたくさんあって買ったんですけど、そちらを紹介したことになりました。これ買った、まずは一番上紹介していきます。これお家がね、華やかになっていいかなと思ったんですけど、じゃらーん。はい、こちらはですね、3段のカップケーキスタンドです。はい、絵的にね、絵的にはこういう感じになるやつで、柄はこんなんです。ちょっとなんかお家でこういうの楽しんじゃったらいいんじゃない。こういうのって普通で買うと意外と高いじゃないですか、プラザとかで売ってそうだけど。はい、なのでこの紙のね、やつを組み立てると、あのこんな感じになるので、ちょっとお家でアフタヌーンティー気分を楽しめるよみたいなやつなので、ちょっとやってみようかなと思って買ってみたやつです。お家でパーティーとかするときに、ね、一気になんか映えそうなので良さそうですよね。はい、じゃあ次はですね、なんだ、じゃん、あー、これか、なんてことはないエコバッグみたいなやつなんだけど、こんな感じのメッシュのベージュで、結構サイズは大きめです。キャベツは5個ぐらい入っちゃいそうなぐらい結構大きいんですけど、ビーチとかね、例えば行く時とかって、なんか砂がね、中に入っちゃったり、濡れ物入れたりする時あるじゃないですか。そういう時にこういうタイプいいかなと思ったの。なんか濡れてても砂はね、こうやってはたけば全部中に入ったのも落ちちゃうし、濡れ物でもね、まあこれだったら洗ってすぐ乾くからいいかなと思ったんで、すごい使いやすそうでいいなと思いました。で、一応こちらはですね、内側にこういうポッケも入ってるので、ちょっとしたものは入れれるよってタイプですね。ビーチリゾートとかビーチに行く時にすごく重宝しそうなので、なんか買ってみました。大きい荷物がある時でも、こういう軽いものがすごくいいんじゃないかなと思ったので、これもすごく使えそうな感じです。はい、次はですね、こちらさっき言った通り紙皿です。今回はちびっこちゃんタイプも買ってみたんですけど、こんぐらい、20センチ弱ぐらいかな、直径18センチぐらいかな、の紙皿です。意外と使うんですよ、こういうの。しかも可愛いし、お母さんとかが来てくれて、なんかご飯作って持ってきてくれたりするときはたまにあるんですけど、そういうときってなんかお皿いっぱいだと洗うの面倒になっちゃうから、結構紙皿を使うんですけど、そういうときにすごく良さそうなちびっこ小皿タイプですね。じゃあ次はですね、こちら、これもいいなと思って買ったんですけど、じゃじゃーん、洗い髪にぴったりじゃん、パフです。で、パフもね、いろいろ種類があったんですけど、私クッションファンデを使ってるんですけど、こっち側がこう何、ツルツルっていうか、ちょっと防水みたいになってて、こっちがふわふわっていうタイプが好きで、上も下もふわっとしたやつもあったんですけど、私はこっちの方が使いやすいので、こちらにしてみました。少し小ぶりな感じなので、ちょうどいいかなって感じ。何にでも入りそうだね。 1,2,3,4,5 個入ってます。で、ケースもあるので、まあこういうのって結構汚れるからね、洗い替えとかで皆さんいくつか持ってるんじゃないかなと思うんですけど、すごく安かったんでいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じ。洗い上がった後もこうやってね、なんかこうバラバラしちゃうし、ほこりかぶっちゃうから、私は棚の引き出しの中とかしまってたりするんですけど、こういうね、ケースがついてるっていうのはまた便利ですよね。はーい、じゃあ次、こちら、じゃじゃーん、はい、ポーチです。で、これもなんだけど、やっぱり旅に出るとき荷物が多いので、こういうやつね、はい、中がこれまたメッシュなんですけど、こういっぱい入るやつ、ここマジックテープで取り外せるようになってて、ファスナーのタイプが4つ付いてるので、まあブラシ入れたり、下地アイシャドウだよとかって分けるのにちょうどいいかなと思いました。アミアミのシリーズが結構シーンだと、前ポーチ買った時もすごいいい感じだったので、はい、いいんじゃないかなと思います。
形がこう決まってるっていうのかな、立体的なこういつも使ってる私のバニティみたいな形のって結構かさばるけど、これだったらね少なかったら薄いし、まあいっぱいだったら結構厚みは出てくると思うんですけどっていうところもねいいかなと思った点ですね。これも良さそうですね。はい、じゃあ次はですねこちらちょっとね変わったやつなんだけど面白そうと思って買ってみたんだけど結構すごいかもしれない。こちらはですね網のタイツなんですけど、ちょっと面白いなと思って買ったのが網のタイツにこの装飾がなされてるんです。ちょっと面白くないですか。昔ねなんか似たようなのをピンタレスでこんな感じの見たことあるんですけど、可愛いなと思って、どういう時に使うかはまだちょっと考えてないんですけど可愛かったから買ってみました。こうなんで600円ぐらいで売ってて、まあ実際に履いてみるとどういう感じになるのかわかんないんですけど、前もウィッグとか買ってみたけどコスプレとかそういうお衣装みたいな感じに使えるものもたくさんありそうなので、本当にでも数が多いから見るだけで結構疲れちゃって大変なんですけど、よく見てみるとちょっと面白いものだったりとか使えそうだなってものがたくさんあります。こんな感じで多分腕を通すとちょっとわかるかな、あまりに網が広くてこんな感じでなるのにちょっと可愛いなと思って買ったんですけど、はい、履き時はまだ分かってないですけどこんなのもあります。で次はですねこちらです。まだ買ってましたね。はい、紙皿台、こちらも可愛いでしょ。こんな可愛い柄のやつですね。大きいタイプの紙皿。次こちらですね。これもなんか整理整頓グッズで買ったんですけど、じゃじゃん、こういうのよくあるけど安かったんで買いました。私ねプレモルが大好きで、も最近はアサヒだったりとか他にもいろいろ飲むんですけど、冷蔵庫の中だと結構バラバラしちゃうのと、私背が低いから冷蔵庫でどんどん物が奥に行っちゃうとなんか同じようなもの買っちゃったりとか取り出すときめちゃくちゃ大変なんですよね。そこでこちらの缶を入れるやつね、ここに4缶入ってここに取っ手がついてるからこう冷蔵庫でこう取り出せるのでなんかすごく綺麗に入るし、なんか無駄に買わなくて済むしいいなと思って買ったやつです。今の時期ってさ冷蔵庫開けっぱにするとすぐ結露になったり、なんか中がカビ生えたりとか温度上がると電気代も上がったりとかね、開けるのに時間がかかるといいことないので、はい、これいいかなと思って買ってみたやつで、ちょっと早速ねやってみたい。これはね2つほど買いました。いい感じ。妊婦の時さコストコのファンタグレープを買ってきてすっごい飲んでたんだけど、今なんか噛んで思い出したけど、そういや最近甘い飲み物そんなに飲みたいなって思わなくなったからさ、やっぱり味覚ってすっごい変わるよね。最近はもっぱら OS1 とお茶かなって感じですね。はい、いいですねこちら。はい、早速使います。次はですねこちらです。じゃーん、これもいいじゃんと思って買ったんですけど、これトイレットペーパーホルダー、ちょっとよく見るとちょっとまあまあお安そうな感じの作りではありますけど、上が木蓋になってて、はい、こんな感じで外せます。でトイレットペーパーこの中にポンと入れるとこうやってピーピーピーって引っ張っていけるよってタイプで、これ花正のねうんち片付ける時とか、まあ、シートごと変える時もあれば、なんか全然そんな汚れてないからうんちだけ取るよって時とかね、犬飼いの方はわかると思うんですけど、あると思うんですけど、そういう時にトイレットペーパーピッて使うんですけど、今のねやつだと残りが少なくなってきた時結構使いにくさがあったのでこっち買ってみました。で今ねこれ届いてみて思ったけど、結構私の大きいのでコストコとかのちょっとなんていうのかな、厚みのある大きいトイレットペーパーでも入りそうな気がしますね。はい、というやつですね。はい、ってものを買ってみました。はい、じゃあ次はこちら。あ、これもね今使ってるんですけど、同じようなもの多分同じだと思うな、 Amazon で買ったんですけど、ベビーベッドとかにかけてここになんかいろいろ物を収納したり、こんな感じでねおむつとかこう入れてってピッピッピッって取り出すくしたりする、なんていうのストレージっていうのかな、のやつですね。あ、多分今私が家にあるやつとほぼほぼ同じようなやつなので、どうなんだろう、なんか私はさAmazon で買ったからもうちょっと高めのお値段で買ったんですけど、作りがあんまりね変わらなそうだったんで、こっちの方がお安いからこういうの探してた人だったら真意で探した方がお得に買えそうです。意外となんだろうな、まあ、見せない収納で結構なんだろうな、しまってたりとかする方はこういうのいらないと思うんですけど、私はもうベッドとかにベッてこういうの全部かけて、もうなんだろうな、あんまりこう動き回っていろいろ取りに行かなくていいように必要なもの全部一箇所にまとめと
くっていうのが好きなタイプなんで、まあ、見た目的に結構ごちゃごちゃしちゃったりするかもしれないんですけど、ベッドにこういうのかけて管理してるんですけど、そんな感じです。はい、まあ、もしかしたらね、ここは肌着的なのだったりタオル的なのだったり、ガーゼタオル的なのだったり、まあ、入れるものはね、それぞれが使うものを入れたらいいんじゃないかなと思うんですけども、はい、こういうものもすごくあると便利です。で、なんかここのね、フックのところがちっちゃいから、あの、かからないところとかあるんですけど、そういう場合は裏がこういうベリっていう風になってるんで、ベッドの柵とかにくっつけられるようになってるから、意外となんか、あの、どんなのにでも対応してるかなっていう感じで、はい、良さそうですね。次まだあった紙皿、もうちょっとシンプル紙皿定期だね。あー、そう、これすごい欲しかった、届いた。ちょっと思ったよりか重いか、もっと軽いかと思ってたんだけど、こちらはですね、日傘買いました。すごいコンパクトな、ちっちゃめなサイズであるんですけど、すっごい軽いかと言われると、そこまで軽量ではないかもなんですけど、結構でも作りはしっかりしてそう。ここがコロンと丸くてね、可愛いなと思ったんですけど、あ、でも結構持ち手は少し長めかな。たまにさ、すごい軽いのだとこんぐらいの短さあるじゃん。こうだったらすごく持ちにくくて、あの、傘嫌いなんですけど、結構長さはある方かななんて思っちゃいました。開いてみよう。こんな感じで中が黒で、表はアイボリーというか、まあ、そんな感じです。うん、あ、いいんじゃない、結構いい感じかと思います。思ったよりは結構幅も広いし、うん、こんな感じのサイズ感ですけど、良さそうですね。うん、これ雨晴れ兼用なのかな、でいけそうな感じがするんですけど、結構まあね、持ち手が思ったよりちっちゃいけど長かったのと、まあ、すっごい軽くはないですけど、はい、ちっちゃくなるのでいいんじゃないかなと思います。こんぐらいね、はい、いいじゃない日傘。じゃあ次、あ、これもめちゃくちゃいいと思って買ったんですけど、これサイズ違いでも買ったんですけど、じゃじゃん、ね、なんだかわかんないと思うので開けますけど、こちらもホーム用品、なんて、何用品って言うんだろうな、掃除用品じゃないんだけど、こちらです、じゃじゃん、ね、なんのこっちゃわかんないと思うんですけど、実はこれは靴を入れとくやつなんかね、スウェードだったりとかの素材のブーツ、ショートブーツとかって、なかなかこう履かないけど、そのまま置いとくとホコリが意外とついてたりして、シーズン始まった時に開けるとさ、まあ、コロコロするとこから始まったりするじゃないですか。で、これはね、M サイズだったのかなと思うんですけど、こんな感じの、なんかこれ見るとさ、クリスマスにさ、こういうのにお菓子が詰まってスーパーに売られてるけど、そんなサイズ感、こんな感じで前にファスナーが開いて、まあちょっとね、ヒールの高さがあるショートブーツとかを入れておくことができるんですよね。で、ここに取っ手があるから、なんか上の方にしまって個室になった時にピョッとここ持って取ったりもできるしっていうやつなんですよね。ちょうどなんか私それがすごく気になってて、ほこりたまるの嫌だなと思ってたので、すごいいいやつあるじゃんと思って買ったやつです。で、これが M サイズがショートブーツにぴったりだなと思って、ロングブーツもあるから長いバージョンも買いました。これはもう一個同じのね、大きいタイプは、そう、これですね。いいじゃない、ニーハイのブーツだと高さは足りなそうな感じなんだけど、長さで言うとこんな感じ、ちょうどここら辺までのブーツかな、膝ぐらいまでなら入るかなって感じなので、めちゃくちゃ長いブーツは入らないんですけども、はい、そんぐらいのブーツなら入るよっていう長さが L ですね。もうワン長いサイズあっても需要あるんじゃないかなと思う。はい、こちらを買いました。で、同じ発想なんですけど、今靴だったんですけど、今度はお洋服のやつも結構売ってて、お安かったんで買ったんですけど、これはね、すごい真っ透明なタイプと、ちょっと隠れるタイプかな、黒だったっけ、なんか2、3種類あったんですけど、私はこの中が見えるよっていうタイプを買いました。あー、なんかユニバーサルスタジオとかで濡れないようにするカッパぐらいの厚さで、ちょっと表面ザラザラしてるタイプです。これは、ね、長い方なんですけど、はい、120だったかな、120センチか130センチぐらいなんで、ちょうどね、今私ここから当ててるんですけど、私の足首ぐらい、ちょうどマキシのワンピースぐらいの丈、ちょっとこれだとね、嵐のデビュー当時のお洋服をイメージさせる透け感なんですけど、そんな感じ。やっぱりシーズンオフになると、なんかコートとか、あと、まあ、生地感の厚いワンピースで、なんかちょっとお高いやつとかさ、汚れやすそうな
やつとかはやっぱりこういうのでしまっておいた方がいいかなと思ったんだよね。なんかクリーニング上がってきて本当だったらああいう袋とかって剥いでなんか保管しておいた方がいいって聞いたことはあるんだけど、やっぱりなんかさ、あのクローゼット中とはいえホコリとかついたりするからなんかちょっと嫌だったんだよね。ということでこちら長いタイプをまず買って、こちらも靴と同様で長とちょい短がありました。これ M も買ってました。裏に L と M って書いてあったわ。え、待って、こっちが M だった、もしかして M がこっちか。 M はもっと長い。あ、最初に出したの M だったわ。 L だとこうくらい、まだまだだわ。相当スーパーロングなやつとかでもいけそうなぐらいの長さなんで、超長スーパーコートとか良さそう。 L 長いね。あ、最悪切りゃいいか。はい、ということでこれすごく便利そう。特に靴のやつがすごいいいなと思ったんで、こんな感じで保管してね。しかもちょっとさ、半透明というか、だから中身がさ見えるじゃん。だから探してる時に箱とかにしまっちゃうとさ、まあかっこよく写真とかね貼って飾ってる人いるかもだけど、私基本的に靴の箱って買った時に捨てちゃうからないし、わざわざ写真撮るのめんどくさいから、こう中身が見えてる方が探す時に手間がかからなくていいかなと思います。はい、じゃあ次はね、ホーム系でいくとこちらです。強粘着シート、なんか使うかなと思って買いました。次こちらはですね、なんかシリコンのやつでここにねピョンってなってるから、何これ、コップのこうやって蓋とか、あのレンジに行く時の蓋とかね思うと思うんですけど、こちらはお掃除の時に使うもので、排水口の蓋なんですよ。置き静けとかする時にゴミ袋にお水を入れてこう蓋みたいにしてあげると、こうなんだろうな、床のところにお水が溜まってて置き静けできるようだったけど、これだとそのままペッて置いておくと蓋ができるということなので、こういうのはねキッチンとかでも使えるかなと思ったし、はい、そういうお掃除グッズですねとしていいんじゃないかなと思って買ったやつです。続いてこちら、はい、気になったんだけど、これゴミ袋で、コストコのねこういう紐がついてるタイプの袋大好きなんだけど、ちょっと素材はどうかしら。あー、素材はちょっと薄そうではあるけど、同じようにピリピリってなって、はい、切り取るタイプ。あー、ちょっと切り取りにくいかも。なんかレビューでもそんなようなことが書いてはあったから気になってたんだけど、まあ、両手でこう丁寧にやれば間違いなく切れるかな。あんまり武将してやろうとするとピリっていっちゃうかもしれない。結構でも素材的には薄くて、コストコみたいなタイプじゃない、あんまりこう伸縮性はないし、まあちょっとちっちゃめのサイズなので、お部屋のこうゴミ箱にぴったりのサイズじゃないかなと思うんですけど、まあ、お部屋のねゴミ箱だとさ、そんなになんだろうな、めちゃくちゃ重くなったりとかするゴミそんな出ないと思うので、軽いものを入れるっていう前提だったら良さそう。重いものだとちょっとねピーって切れちゃいそうなんですけど、はい、そんな感じ。まあ安かったからいいんじゃないかなと思うけど、このサイズよりちょっと大きめのやつの方が好きなので、やっぱりコストコのあれは最強ですね。次はですね、こちら、じゃじゃん。これなんだか一瞬わかんないと思うけど、やっぱりなんか中国系ってさ、パンダが好きっていうか、パンダ系多いよね。これはなんかキッチンでご飯作ってる時に使うゴミ箱みたいなやつなんだけど、ここにねこうなってるから、こう下って、流しの下って大体こう観音開きのドアになってると思うんですけど、そこのドアのとこにこう引っ掛けて、ここにこうやって袋をはめて、でこちらをこう乗せてこうかけると、こうなんだろうな、お片付けしていきながらすぐ手元にゴミ箱があって、こう捨ててっていいよっていうやつだった。なんだかんだこういうの便利でいいなと思ったんで、はい、買ってみました。良さそう、シンプルだ。次はですね、え、これ何？何これ、何これ、あ、思い出した、たったらー、分かんないよね。これあの中にぬいぐるみとかを入れて膨らませる風船って書いてある。だからさ、なんかある、なんかこういうのをさ、人形をこうやって入れてね、人形とか何でもいいんだよ、何でもお菓子とかでもいいし、こういうのを入れてこうやって広げて、ここに空気を入れてあげるんですよ、普通バルーンみたいに。ここにあるけどね、ストローで入れてあげればいいんじゃないか、普通に。
で、ここはなんかこう棒みたいのとかしとくと、ここがね丸く膨らんで、こうなんていうの、オリジナルのバルーンができるみたいな、なんかそんなやつだった。ちょっとやってみたいなと思って買ったんだけど、どうだろうね、上手にできるかな。ちょっと一回やってみたいと思います。次はこちら、じゃじゃん、はい、あ、シリコンだと思ってた、プラなんだ。あ、ちょっと買い間違えたけど、こちらは歯ブラシ入れです。そう、この前の撮影ね、ハーバーの行って朝日さんとかいたんだけど、普通に私急いでて歯ブラシ持っていくときに、歯磨き粉と普通に歯ブラシをそのままティッシュで先っぽ包んでベッてなんかカバンに入れてたら、みんなに笑われたから、ついに入れ物を買いました。すごい急いでて、いつものお出かけ用の歯ブラシとかなんか見つからなかったんで、これね、はい、ちょっとでかいかも。でもさ、よく考えてみ、これもしかしてコップにする用なのかな、こっち。そういうもんじゃない、昔そういうさ、なんかこうサンリオとかもそうだけど、歯ブラシセット売ってたよね、こっち側がコップになるみたいな。そう考えるとこれでいいのか。で、ここに一応もうなんかストラップってついてる。あ、じゃあそう考えるといいかもしれないけど、ちょっとかさばるね。シリコンだと思ってたの。まあでも、まあまあ使います。はい、じゃあ次、こちら、じゃじゃーん、地味に欲しかった餃子とかのあんを包むときに使うヘラ。別にね、なんかあのコスメとかでも使えそうな気がするけど、安かったんで買ってみました。良さそう。はい、次こちら、じゃじゃーん、100均とかでも売ってそうな感じしたんだけど、こちらは香水の詰め替わるやつなんですけど、下のところに穴が開いてるから、あのスプレーボトルの上のとこを外して、そこから直接こう入れれるっていうんで便利じゃんと思って買ったやつです。はい、大きいのだと持ち歩くのだるいので、私はほんとこのぐらいのサイズがいいんだけど、なかなかこのサイズで売ってる香水少ないからね、全世界でこれになればいいと思うんだけど、香水がね。はい、詰め替えたいと思います。はい、次、あー、これ買いましたね、買った買った、じゃじゃーん、これなんかファンデーションをここに詰め替えられて、でブラシタイプのね、こうコンシーラーみたいにできるよっていうやつなんだけど、別にさ、コンシーラーとして使わなくても、普通に旅行とか行くときにファンデーションをこの中に詰めて、でカチカチカチってこう出せるからさ、こうやってピピピピってやったらいいじゃんと思ったんだよね。これカチってしちゃうと戻んない、下手こいたかもしれんっていうやつなので、ちょっと旅行に行くときにね、なんかこう減らせそうだからいいかなと思って、ちょっとね、こんなのも試しで買ってみました。次はですね、かわいいポーチ、ちっちゃいの。意外とこれぐらいのポーチって必要性あるときない？なんかちょっとしたさ、なんかこうヘアゴムだったりとか目薬だったりとか、すごい細いものをしまうときにいいかなと思って、あえて持ってないこのサイズ感を買ってみたので、実は黒のあれなんだけど、ハートになってて、このメッシュタイプね。私メッシュタイプめっちゃ好きなんですけど、これを買いまして。プラス今度はこちらですね。はい。これも面白いなと思ったんだけど、私トップがね、今もそうだけど、結構ぺったんこになりがちなんですけど、こちらはですね、面白いアイテム。ヘアピンなんだね。こんな感じ。ここがさ、よくある、何、マジックテープみたいになってて、下がちょっとふかふかのスポンジになってて、こういうとこのね、下に、こうやるとちょっとボリューム出ますみたいな。ちょっと今はうまくできてないけど、カメラ越しなんで、もうちょっとこう上のところにやると自然でいい感じになるかなと思って、ちょっとお試しで買ってみたやつです。面白いね、こんなのもあります。大きいのはあるけど、これぐらいのサイズ感のってあんまり見たことなかったんで、なんか良さそうだなと思って買ってみました。次はですね、あ、思ったより大きかったな、じゃじゃん、はい、ブラシクリーナー。こういうね、平らなのは持ってたんだけど、これのいいところはシリコンでこれね、薄くなってる。こういうね、コップとかあるけど、まあこういうのは持ってるんだけど、これね、こう組み立てるとこういう感じになるので、お湯溜めて、なんかリカちゃんのお風呂みたいだね。ここにお湯溜めてこうやってやってもいいし、シンプルにこうやって使ってもいいしっていう感じで使えるからいいなと思ったんですよ。かさばらないっていうのはいいよね、こういうのね。次はですね、このよく用途がわからないんだけど、こちらね、私よく知らないんだけど、うわ、これ危な、危な、なんかつけまするときにラップをしますっけのやつのラップが入ってんだけど、これ危ないね。こ
ここがもうラップの危ない刃がそのままむき出しになってて、これをね私どういう用途で使おうかなって思ったかっていうと、あのリップ夜寝る前に結構たっぷり塗って寝るんですけど、その時にラップをね、ラップをしたいなと思って、でこんぐらいのサイズ感だから、あちょうどいいじゃんと思ったの。でも結構危ないので、ここのとこをなんかうまくこう保護しておけた方がいいね。これはちょっと怪我しそうなのでいいんですけど、ここはカバーした方が良さそう。はい、次はですね、こちらこんなのも売ってて面白いなと思ったんだけど、今の時期みんなサンダルとかで結構靴ずれするんじゃないかなと思ったんですけど、靴ずれ防止でこういうの売ってました。薄いフィルムのようなものだと思うんですけども、これがねこう10枚ぐらいだかな入ったセットがあったので、ちょっとよかったらまたね紹介したいと思います。私も結構やっぱりヒールのかかとのあるやつとか新しい靴買うとね、まあみんななると思うんだけど、結構靴ずれができるので、まああのねこういうのを持ってるといいんじゃないかなと思って買ってみました。まだ残りこんだけあるんだけど、次はなんかこれ可愛いなと思って買って使えそうじゃないですか。でも他にも見たけどね、これが一番可愛かったと思う。はーい、ハッピーバースデーシール、可愛くない？なんかプラザとかこういうの売ってるよね。こういうロールになってる、全部ハッピーバースデーなんだけど何種類かあって結構使えるから、おいいじゃんと思ったの。はーい、すんだけ。他にもねシールあったけど、あんまり可愛いのなかったように思った。うまく検索できてないだけかも。はい、で次はですね、こちらも可愛いなと思ったんだけど、見て、はい、ストローで、フラミンゴストローなんだけど、でもこれね紙ストローで、このストローのとこが白とピンクでもっと華やかで映えそうなのあったんだけど、私紙のねストローってなんか味がするからちょっと苦手で、なんかパッと見た感じすごい味がしそうなストローだからねこっちにしちゃった。でこっちのかわ、これのね可愛いところはね、チャリチャリラーン、まあなんかこういう感じすごい可愛くなるのね。ちょっと今できないけど絵差し込んどくけど、こういう感じになるか、すごいねパーティーが映えるよっていうやつです。可愛いなと思って買ったの。ちょっとやり方はまたもう一回見るね、シーンを。で次はですね、まあなんかこういうのも作ろうかなと思って買ったんだけど、まだ作んない、全部揃わないから。1年間のさ写真を入れるやつ、ここのまあ犬とかでもいいと思うんだけど、11 months 10 months とか書いてあって、ここにこう写真を貼ってって、でこの紐につけますよみたいなやつ、可愛いかなと思って買ってみた。こういうねパーティーグッズだったりとかお祝いグッズだったりなんかね、こういうストローだったり紙皿も前も言ったけど、うわ本当にね日本で買うより全然安いと思う。はい、次もですねおこグッズなんですけど、これいいじゃんと思ってあれしたんだけど、お外に出かけるようになったら役立ちそうだなと思って買ったのが、ちゃんと一個一個こうやってこう細くなってんだ。はい、不織布に入ってるんです。ここ一個開けちゃうけど、はい、使い捨てのスタイですね。まあ柄はさておき、こんな感じになってて、ちゃんと一個一個個包装なのすごく素敵だなと思ったんですけど、はい、こんな感じで一応ポケットになってるので、これがちゃんと機能するかは分かんないけどね、なんかうまく開くのかな、まあうまいことやってねってことなんだと思うんだけど、すごくない？使い捨ていいじゃないと思って、お外にお出かけしてる時とかってさ、なんか汚れたのを持ち歩くのもあれだし、すぐね水道とかで洗えるとも限らないので、あ、こういうのもありだなっていう風に思ったんで買ってみたやつで、柄違いで他にもあったのでちょっと買ってみたんだけど、こっちの方が可愛いな。クマさん、白クマさんですね。こんなのもあります。はい、で続きまして、最後ね差し掛かってきましたけど、こちらじゃじゃーん、はい、シュシュ、私シュシュ大好きなんで、オーガンジーのシュシュと、こちらが結構薄いな。ちょっとなんか肌寒い時あるから、薄い白のトップスにデニムとか履こうかなと思った。続きまして、こちらは、あ、結構綿感があるからシワは気をつけないといけないかもだけど、丈感は割といい感じ。ワンピース着てそうでしょ。タイに行った時も私こんなん着てたけど、こういうタイプ好きなんですよ。ここはクシュってなってるんで、なんかこうあんまり胸元が開かなくて済むので、こういうタイプすごい。はい、で続きまして、あ、これね、なんか強制コルセットベルトみたいなやつ、
試しに買ってみた。どうなんだろうね、こういうの。はい、ちょっと履き心地が良かったと言っても、結構ゴムはしっかりしてますね。家で履くのに良さそう。セットアップで買ったんだけど、下がショートパンツで短めのスウェット素材の T シャツ。良さそう、これ。めちゃくちゃ少し薄手ですけど、今の時期にはぴったりそうですね。はい、続きまして、こんな素材感なんだ。もっとなんかブラウスっぽい感じかと思ったら、ちょっとなんか伸縮性のある素材だ。あ、こんな感じのやつ。まあでも何にでも合わせやすそうなトップスね。はい、続きまして、なんかさらっとそこら辺に行くときに着れそうなワンピース。ここがなんかちょっと斜めになってる感じなんですけど、丈はね、足首ら辺でぴったりな感じ。こういうのが一番ね、役立つんだよね。次はこちらですね。あ、結構厚手だったな。シャツですね。羽織るのにはちょっと夏は暑いかも。思ったよりちょっと素材が厚かったですけども、はい、シャツ。やっぱり写真だけじゃわかんないね、感じがね。届いてみないとわかんない。次はですね、私これ前実は黒買ったんですけど、気に入ったんで、もうリピで色違いなんですけど、こちらの1300円ぐらいなんだけど、ノースリーブのただのこうまっすぐのワンピ。ちょっとね短めなんで、こんぐらいの丈感なんですけど、これすごい良かったんでリピしちゃいました。シーンでリピ初めてかもしれない、はい、で次はですね、やっぱりちょっと夜寒い時とかあるんで、さらっと羽織れるこちら。はーい、あ、良さそう。はい、かわいいね、カーディガン。ちょっと短めなの買いました。これすごい使いそうです先生邪魔。はい、そしてこれはですね、何かと夏場はやっぱね使うかなと思って、これパッド入りのこう短めの使いました。いい感じ。そしてこれで最後かな、最後なんですけど、ワンピース買いました。こちら、あ、うん、ちょっとシワはすごいけど伸ばせば大丈夫。ちゃんと裏地もついてますね。のこんな感じの薄ピンク、ちょっとライラック味のあるワンピース。あ、良さそう良さそう。丈は少し長めなんですけども、こんな感じ。フラットでギリギリ履けるかなっていうぐらいだけど、良さそうな感じでございます。っていうのかと、かわいい。私やっぱり首詰まってるの似合わないから、こう V でね、こう開いてる方が好きなんですけど、良さそうな感じ。あ、あとこれ買った、最後これだ。おこの服を買ってみましたよ。夏だからいいかなと思って。なんかね、柔らかそうなガーゼで、そうシーンで前買ったさ、ガーゼハンカチみたいなのが結構ふわふわで良くて、なのでなんかちょっとガーゼっぽいやつの、いいかなと思って買ったんだけど、なんか良さそう。洗ったらもっとふわふわになりそうな。なんで自分に合わせちゃったのかわかんないけど、さすがに入れないけど、はい、良さそうでございます。はい、というわけで今日もたくさん紹介していったわけですけども、ごめんね、はなちゃん先生のがなくてね。ワンピースすごい良さそうだったし、羽織のカーデガンもちょうどこの時期に良さそうな感じだったし、今回もすごいいい買い物ができた気がする。ファンデーション詰め替えてコンシーラーのブラシみたいにするやつもうなんかさ、すごい良くない？安いし、旅行とか行く時とかさ、でっかい瓶のとかだとなんかさ、やっぱり漏れたりとか割れたりしたことがあるわけよ。となるとやっぱりなんか瓶ごと持っていくのちょっとリスキーだなとか思ったりするんだけど、ファンデって結構まあチューブのものあるけど、瓶に入ってるのって多いじゃないですか、リキッドとか。なので詰め替えてなんかブラシっぽくして持ってくのとかすごい良さそうだなと思うし、ブーツのカバーも良かったし、やっぱりなんかお家の整理整頓グッズとか、あとはパーティーグッズとかは本当にめちゃくちゃ優秀だなと思うので、ぜひぜひ気になる方はお洋服とか靴だけではなく、そっちの方面もぜひ見ていただきたい。私は前々から言ってますけど、ぜひそちらの方もね見ていただけると、シーンがよりなんてすごいんだって思ってくれるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。で、良かったものは多分またねお気に入りとかでも出てくると思うんですけど、はい、というわけで今日はまたまたシーンでお買い物したら大満足すぎて今日は安眠できそうという、そういう動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。